次に石垣紀子さんの質疑を行います。石垣紀子さん。はい。立憲民主社民の石垣紀子です。えー、まず冒頭、明治以降の伝統ある我が国のこの国会におけるすべての審議、そして我が国の議会制民主主義の根幹を支える公文書の信憑性について伺います。 まず最初にです、ね、内閣府の公文書担当にお伺いします。平成29年の公文書ガイドラインの変更以前にも、公文書管理法上、官僚には公文書および行政文書の作成に正確性を期す責務が課せられていましたか内閣府笹川武大臣官房総合政策推進室室長。 お答え申し上げます、行政文書の正確性についてということでございます。先生ご指摘のとおり、平成29年にガイドラインを改正して、適切、効率的な文書の作成についての規定を追加しましたで。そもそも公文書管理法の第4条において、行政機関は意思決定過程や事務事業の実績を合理的に後付け、または検証することができるよう、文書を作成しなければならない。 定められておりますので、29年にその正確性確保を期するための具体的な手続きを定める以前につきましても、行政文書の正確性の確保を期するということは当然のことであったと考えております石垣典子さん。はい当然だったということですが、えー、次に人事院にお伺いします。一般論としまして、えー、国家公務員が行政文書を捏造した場合。 国家公務員の懲戒制度上、捏造はどのような扱いになっているでしょうか人事院、荻野職員福祉局長。お答えいたします、懲戒処分については、所属職員の服務を道徳するとともに、事実関係を十分に承知しうる立場にある任命権者において、事実関係を確認の上でご判断されるべきものでございます。その上上で一般論としして申し上げれば 職員が公文書の捏造をするなど公文書の不適切な取り扱いにつきましては懲戒処分の対象となり得るものと考えております石垣りこさんはい懲戒処分の対象になるということですえ次に法務省にお伺いしますえ国家公務員が行政文書を捏造した場合ですえ一般論として刑法上の虚偽公文書作成罪及び同行使罪が成立すると解釈されますがその認識でよろしいでしょうか 法務省松下刑事局長。 お答えいたします犯罪の成否は捜査機関によって収集された証拠に基づいて、個別に判断されるべき事柄でございますので、お答えは差し控えさせていただきます。なお、あくまでも一般論として申し上げれば、刑法第156条の虚偽公文書作成罪は、公務員がその職務に関し、行使の目的で、虚偽の文書もしくは都がを作成し、また文書もしくは都がを変装したときに成立しうるものと、またその行使罪はそれらの文書または都がを行使したときに成立しうるものと承知しております石垣典子さん。 引き続き続法務省に伺います刑事訴訟法の第239条第2項の管理、または公理は、その職務を行うことにより、犯罪があると資料するときは、告発をしなければならないとの規定がございます。この公務員には告発義務があると定めていると考えられますが、その解釈で間違いないでしょうか。松下刑事局長 お答えいたしますあくまでも一般論として申し上げれば、ご指摘の刑事訴訟法239条2項は、公務員が合理的根拠に基づき、その職務を行うことにより、犯罪があると資料する場合には、告発しなければならないという公務員の一般的な告発義務を定めているものと承知しております石垣紀子さん。えでは、内閣人事局にお伺いします。国国家公公公務務務務員員員法の第2条第3項の公務員の第第条項定義を見れば、えー、国務大臣も公務員と 解されるんですが、その認識で間違いはないでしょうか久保田修内閣官房内閣人事局人事政策統括官、お答えいたします、国務大臣につきましては、国家公務員法上の特別職の国家公務員でございます石垣徳子さん。 はいと事務方にお尋ねいたしましたけれども、当たり前のことではあるんですけれども、平成29年以前も、各省の官僚の皆さんは公文書および行政文書の作成にあたり、正確性を期す責務を負っていることが明らかになりました、当然ですよね。そして公文書、行政文書の捏造は懲戒対象であり、犯罪であるということもまた当然ながら確定をしたわけでございますま。当たり前です。また国務務大臣を含む公務員には 犯罪行為を告発するる義務があるといそこでですね、高市大臣にお伺いしたいと思うんですが、これ、イエスのでお答えいただける内容ですので、簡潔にお答えいただければと思います。まあ、ここまでの事務方の答弁を踏まえますと、あの文書に捏造があるとしますと、高市大臣は国家公務員でございますから、えー、公文書偽造で告発の義務が発生する。 ととといいうことになると思います、まあ、たとえ被疑者不明であっても、告発しなければならないということになるわけですが、まあ、その上でお伺いするんですけれども、まだあの総,務総務省の行政文書の高市大臣に関する記述は、ねつ造であるとのご認識は変わりませんか、イエスので結構ですので、答えください高市国務大臣。 えー、ありもしないことをあったかのように、えー、書いている、えー、私に関する四、えー、枚の文書については、えー、そういうことから熱蔵であると申し上げました。石垣憲子さん、この後に及んででますね。あの熱蔵であるということは撤回されないということでございます。えー、総理にお尋ねいたします。あの例の文書について伺うわけではありません。あの検証のあるべき姿として伺いたいんですが。 あの今回の質問にあたりまして、えー、過去の質疑でですね、国会質疑で私が行ったような質問、つまり、国務大臣が官僚の不正行為を認知した場合、告発する義務があるのではないかという質問がなされた前例があるかどうかということを調べたんですけれども、まあ、当然のごとくと言いますか、そんな質問はまあ国会の場ではなされていなかったわけです、まあ、調べた範囲ではございますけれども、まあ、当然といえば当然で、まあ、自分の保身のために、 官僚に罪があると、国会答弁で明確に言及して、自分の部下たる官僚にあらゆる不都合を押し付けると、まあ、そんな大臣はこれまでいらっしゃらなかったということになるのではないでしょうか。あの明治開拓以来です、ね、部下の罪を,罪をかぶって辞職した大臣はいたとしても、保身のために部下を売り飛ばすような、そんな大臣はいなかったんです。 まあこの1点だけを取りましても、もはや高市大臣は閣僚として到底任に耐えないと言わざるを得ません。総理ね、管理者としてのやっぱり能力があまりにも低いと言わざるを得ない高市大臣、これはあの閣僚にとどめておくということは、岸田内閣の行政能力全般が問われかねない問題だと思いますま。これ以上我が国の行政機構を傷つけないためにも即刻高市大臣 罷免された方がいいのではないかと思いますが、いつ罷免されますかじゃあうん、高橋国務大臣。任命 すみませんあの、正確性の確保に関する平成29年の行政文書の管理に関するガイドラインの改定前とはいえ、まあ、総務省で、えーまあ、チェックも、えー、できず、まあ、当事者である大臣や大臣室職員にも配布されず、正確性が確認されてない文書が作成され、保存されていたことは、あの当時の総務大臣として大変残念で申し訳なく思っております。そそして私はあの当時のあの,その作成、えーに 関わった方々を告発するというつもりはございませんでなお、ガイドライン策定後のまあ平成30年や令和2年にも、公文書の改ざんや文書偽造などが判明して、財務省や法務省や資源エネルギー庁の職員が処分をされたということは承知をいたしております。まあ、公文書の正確性を保つというのは、本当にこれからの大切な大切なテーマで、私たちが共に取り組まなきゃいけないことだと思っております岸田内閣総理大臣。 えとまず委員の方から、罷、え、免、ー、するのか、いつ罷免するのかという、まあ、ご質問をいただきました、えー。これはあまりに論理の飛躍ではないかと思います。今、われわれはこの国会の中で今、何を議論しているのか、えー、行政文書。 これは正確でなければならない、しかし、この正確でなければならない行政文書の正確性に疑義が呈されているからして、この正確性について、まず確認しなければならないということで、総務省において、この作業を行っている、こういった状況にあります。そそしてて今のの作業の中で現状ににおいてはあの、えー、っと22日に 総務省が委員会に提出した政策結果によれば、作成者が不明の文書があるほか、作成者が確認された文書についても、文書に記載されている内容についての正確性は確認できなかった、現状はこういったこの政策結果が出されている、こういった状況にあります。引き続き、この正確性については、これ、議論をしていかなければならない段階であります。 その段階において、いきなり、えー、更迭う々ぬとおっしゃることは、あまりに論理が飛躍しているんではないか、このように思っております石垣紀子さん。残念です、えー、決断と実行を掲げる、ねえー、岸田総理のご答弁とは、えー、思えないんですけれどもお、あのー、正確性はあくまでも正確性で、制度の程度の話からですね、事柄の有無 の話にすり替えていらっしゃるとある月刊誌の記述、インタビューの中に、高市大臣がこのようにお答えになっていらっしゃいます、官僚が政治家を殺すのは簡単なんですとおっしゃっていると、もうこれは真逆ですよね、政治家が官僚を壊している。 そして日本の行政機構統治機構を破壊しているのは高市大臣自らじゃないんでしょうかあ、答弁は結構でございます、はい、あのぜひともですね、日本の統治機構これ以上壊さない高市大臣手上がってますのでと答弁させてくださいお願いしますいやいやあのじゃあ高市さないさん質問してないんで あの今、正確におっしゃってない、えー、と思います、その官僚がです、ね、議員を殺すのは簡単なことだというのは、私の言葉ではなく、まあ、そうおっしゃっている議員がいる旨でございます石垣紀子さん。 同僚議員たちからは、官僚が政治家を殺すのは簡単なんですねというようなご発言があったということで、これは失礼いたしましたはい、まあ、でも、このように、皆さんからもそのようにまあ捉えられてしまうということで、頑張ってるね官僚の皆さん、この高市大臣の捏造発言によって、まさしく行政の統治機構が壊されると言わざるを得ません、ぜひとも早い決断をお願いしたいと申し上げて、次の質問に移りたいと思います。 えー、続いて、えー、統一教会問題について、まずは伺います。えー、総理あの、昨年、法人等による寄付の不当な勧誘の防止等に関する法律が成立をいたしました。まあ、しかしながら、統一教会においては、不当な寄付の勧誘逃亡式事案が継続されているとの情報が、全国霊感商法対策弁護士連絡会、えー、などにも寄せられております。 え総理はですね、まあ、これ以上、被害が広がらないように全力で取り組んでいきたいというふうに、国会の答弁でもえされていらっしゃいますし、まあ、そうであるならば、やはり自治体議員と統一協会との関係、自民党の自治体議員と統一協会との関係、これをきちんと調査して、まあ、それこそ統一地方選の前にまあ人数、そしてどういう関わりがあるのかということを公表すべきではないでしょうか。 岸田内閣総理大臣えとあの政治とは統一教会の関係、自民党と、まあ、統一教会との関係についてのご質問でありますが、えー、と自民党においては、まあ、統一教会および関連団体と一切関係を持たない方針であることを踏まえ、ガバナンス行動を改定し、その方針について、えー、党所属、えー、全国あ、全国会議員、 及び全国都道府県連に対しししてて通知したとこころでありりれを徹底ままいります、まあ、委員の方から今、地方議員について、これを調査するべきではないか、こういったご質問をいただいたわけですが、地方議員につきましては、この統一地方選挙にあたりまして、統一地方選挙が行われる41の地方の組織について、えー とまず、その確認をしたところ、党方針ガバナンスコードを地域支部や候補者等に周知徹底の上同方針にのっとって選定を、手続きを進めた組織旧組織、そして候補者選定にあたり、党方針遵守の宣誓書等を求めた組織が27組織、えー、候補者決定 候補者決定後党方針の遵守を改めて文書で周知徹底した組織が5組織それぞれ地方組織においてこの対応を行っているということでありますあのこうした対応を取ることによって地方組織においても党の方針を徹底するべく自民党として対応している次第であります石垣徳子さん あの党の方針を徹底しているとおっしゃるんですけれども、えー、実際、過去にどうであったのか、まずそこの確認、そこの公表から、えー、未来に向かって進んでいくのではないかと思うんです。やっています、やっていますとおっしゃってもです、ね、今までどういう状況であったのかということが分からなければ、本当に対応されていくのか、どの程度の対応が必要なのかということも分からないと思います。えー、ぜひともあの統一地方選前にです、ね、皆さんの判断基準にもなると思いますので、自民党さんの方でしっかりとこの点、えー まずは人数でどういうような関わりがあったのかと、最低限、そのくらいのことはです、ね、公表していただきたいと思いますけれども、もう一歩踏み込んだ調査お願いできませんでしょうか岸田内閣総理大臣。まずあの、議員とこの統一協会の関係については、えー、それぞれさまざまな状況における本人の判断、あるいは認識、まあ、すなわち心の問題であり、 だからこそ、これ、各党とも、議員本人による報告に基づいて、実態把握を行っているものと考えています。あの自民党においてもお、そうした基本方針に基づいて、実態把握を行っており、地方議員についても必要であれば、議員本人から説明すべきものであります。 大切なことは未来に向かって関係を立つことであるということで先ほど今回の統一地方選挙を機に改めて全国の組織で各議員のこの状況について確認をしたこういったことであります選挙を通じて未来に向かって関係を立つこうした党の方針を徹底することによって政治の信頼回復努めていきたいと考えています 石垣範子さん未来に向かって関係を立つことが過去を顧みないことの理由にはならないと思いますえー、ぜひともしっかりと調査を進めて明らかにしていただきたいと思います、えー、続いちょっとこれ通告あの申し上げてないので恐縮なんですけれどもお総理がウクライナを訪問した際に、えー、ゼレンスキー大統領への贈答品として、えー、広島のお名産シャ文字これ必勝の文字が入ったシャ文字を ゼレンスキー大統領に差し上げたということなんですが、まず事実確認として、これは事実でしょうか岸田内閣総理大臣。外交の慣例として、えー、地元の名産のお土産を持っていく、まあ、こうしたことをよくやります。えー、今回地元の名産であるシャモジを えー、お土産として使ったと、えー、いうことを承知をしております石垣範子さんこれ、必勝って書かれてるのっていうのは、これ選挙とかスポーツ上の競技ではありませんので、日本がやるべき,やるべきはやはり、平和をいかに和平を行うかであって、これ、必勝というのはあまりにも不適切ではないかと思うんですが、その点いかがでしょうか。 岸田内閣総理大臣。地元の名、まあ、産について、えその意味,意味をあ私から申し上げることはあ控えますがあ、いずれにせよ、ウクライナの方々は、祖国や自由を守るために戦っておられます。こ、えー、こうしたあこのお 努力に対して、われわれはまあ敬意を表したいと思いますし、えー、我が国としてウクライナ支援をしっかり行っていきたいと考えております石垣典子さん。今、本当に多くの方が亡くなっている、その戦場に行ってです、ね、いくら名産というのはあるかもしれませんけれども、必勝と書かれたしゃもじを渡すのは、私は非常に不適切だというふうに申し上げます。 それよりもです、ね、やはりあの最後、もうこれ、時間がありませんので申し上げたいと思いますけど、同性婚、先進7カ国のうち、日本を除く6カ国、そして EU の駐日大使が連名で性的少数者の、性的マイノリティの方の人権を守る法整備を促す、岸田総理の,の所管をまとめていたことも判明しましたし、経団連の徳倉会長も、まあ、欧米への遅れ、恥ずかしいというふうにおっしゃられているということで、むしろですね、こういう政策を広島サミットの前に、 進めていっていただくということを強く申し上げて私の質問といたします。ありがとうございました。以上で石垣紀子さんの質疑は終了いたしました。